8つの KO 勝利を誇ります。さて左側佐々木ジム、八王子中谷ジム、身長では174センチ、バラは178センチですから4センチ差、そしてリーチでは佐々木が176センチ、バラが175センチと1センチ佐々木が上回っているデータです。前日計量では佐々木 66.3キロ、 66.6 キロだったバラ。さあ亀貝義弘さんに伺います。馴染みのあるタイトルかかる戦いで、また佐々木の戦いというのは本当に楽しみじゃないでしょうか。そうですね、今回入場シーンでも非常にこう気合が入ってましたしね。そうですね、この試合もですね、まあ、試合序盤からキビキビと動いて、はい、スピードがありますね、今日の佐々木選手、まあ、気合入ってますね。そうですね、鍵は自分のスピードと、で今回はその速度で上回りたいというふうに語っています。まあ、左肩の手術があって、そこから復帰も果たしました。で左の拳も5月に痛めたんですがね、まあ、その分右が強化されたなんていうふうにも本人も中谷博隆チーフトレーナーも語っている状況です。まあ、この怪我の巧妙というか、すでに右のパンチが上手くなって、はい、よりバランスが取れたらいいかもしれませんよね。そうですか。まあ、しかし目を引くのはこのカミル・バラの肉体ですよね。そうですね、いやものすごい肉体ですね。いや筋肉の壁を追い詰めて、佐々木選手今いいボディーブロー、そして左スク当てましたね。はい、ボディーがいいですね。そうですね、当て込んでから側頭部を狙うというパンチ、まあ、それから昨今ではそのポジショニングにもしっかりこだわったという佐々木です。右のボディーストレート、右側へ回っていく青いグローブがバラ。バラは左手足後ろに引いたサウスポー、左構えになってますね、はい、これスイッチスルーファイターですよね。まあ、WBO アジアパシフィック10位、 OPBF 東洋ウェルター級8位というのランキングのバラ、まあ、キャリアもあります。はい、佐々木選手の圧力にバラが下がってますが、基本的にはバラ、はい、非常にハートも強い選手です。こうやって打ち返してきますよね、はい、いや一撃ナックルで当たらなかったですが、パワーありますね。強いですね。まあ、唯一敗れているのがジョージ・カンボソス戦、まあ、カンボスはデオフィオ・ロペスを下して、まあ、3団体ライト級統一王者になったワシル・ロマチェンコやデビン・ヘイニーとも拳を交えた強者と、まあ、10ラウンド判定にもつれたというファイター。佐々木選手の左ボディ効いてますかね。あ、どうですか。すごい迫力ありますね、ボディブロー。お互いのパワー残り40秒となりました。あ、でも佐々木前に出てきますね。そうですね、接触してますね。この左フック当たれば一発で終わる可能性はありますよ。終わらせられるかというフック、左を前に出してバラも距離を取ろうとします。逆にバラとしてはこれだけ積極的に来る佐々木選手の、はい、打ってくるタイミングが合わせたら一発が当たるかもしれませんね。 そのタイミング今か今かと、残り10秒となっています。第1ラウンド、ただ中途半端に手を出せばこの佐々木選手の左タイミングいいですからね、決まりますよ。ここは空を切ったとなるとバラのカウンターもあります。もつれている中第1ラウンド終了です。本日の第2試合両選手の経歴に戦績をご紹介いたします。さあ亀貝さんに伺いましょう。佐々木仁からですね、まずボディへの攻撃クローズアップしていただきました。いや、ボディーブロー、そしてこれですね、これは効いてますね。プロ戦績は19戦17勝1敗1分け、ガードのしきれない範囲ですよね。そうですね。まあ、対するカミル・バラの戦いぶりというのは最初の3分間いかがでしたか。ちょっとこの佐々木選手の圧力に下がらされているのはありましたけれど、はい、でうまくスイッチなどをしつつ、まあ、牽制していましたね。まあ、佐々木選手もあの飛び込んでのアッパーであったりフックであったり、いきなり来るパンチが危ないと、はい、まあ、スイッチしてその瞬間に打ってくるのが怖いなというふうにも語ってましたね。はい、このスイッチした瞬間に佐々木選手がそれに気づかず踏み込んでいうようなパンチをもらいたくはないですよね。まあ、ちょっとそれがこう罠を張っているような体勢にもなってくるんでしょうかね、はい、バラ。ただ逆にその瞬間佐々木選手のチャンスでもありますからね。ははとなるとモロハの剣、背中合わせの戦いとも言えそうです。ここはバラが一気にこれ至近距離、まあ、バッティングにも注意しなければなりません。まあ、それだけの出入りがあります。5勝1敗1引き分け、カミル・バラ 8KO 勝ち、対して17勝1敗1引き分け 16KO 勝ちというのが佐々木仁です。
佐々木フェイントを見せてくる。上体を揺らす。そして右のパンチ。ここは後頭部には気をつけなければいけません。開始から40秒。そうですね、佐々木選手ちょっと攻め気になりすぎて後頭部などを打たないように気をつけたいですね。カットしましたね。だいぶ出血ありますね。左目まぶたか眉尻かというところです。腫れもありますね、バラ。そうですね、これが先ほどの頭と頭だったのか、それともパンチなのか。続行です。まあ、何にせよバランが、これは上垣さん、痛手を打ってしまったということにはなりますね。そうですね、佐々木選手、それでちょっともしバッティングなら負傷判定になる可能性もあるので、はい、佐々木選手、それでちょっと焦りすぎて気を、あの、被弾しないように気をつけたいですね。バラ加えて合わせてきますからね。気持ちのセットもしっかり見ながら世界を睨みたい佐々木です。東洋太平洋王座は初防衛戦、 WBO アジアパシフィック王座は4度目の防衛戦。こうして左の拳下げたところからリードジャブ、また近づく。ほんの左フック当たりそうですが、なかなかジャストミートしませんね。そうですね、ワンツー。その後逆にバラの方は顔面に拳を届けています。頭を低くしながら佐々木、頭から左から入って左ボディ、ボディブロー、そして左フックいいですね。テンプルに行きましたね。そこからまた佐々木、手応えがあるか。左ボディも上垣さん、これは必ず忘れませんね、佐々木。はい、非常にいいですよ。相手の脇腹にうまくこの左ボディブロー打っていきたいですね。そうですね、バラのこのアッパー気をつけたいですね。本人もしかしこれはもう織り込み済みというふうには語っています。もう倒す気がしないという佐々木陣、倒す気しかしないですね。まあ、しかし焦りは禁物と。はい、この段階ボディブロー見ますね。バラはあまりこの左のボディ反応できてないですからね。動きが止まった。継続的に、はい、打ち続けたいですね。相手を幻惑するようにウィーピングも見せて、さらに前へ。バラのガードが下がってきましたね。ナイスボディ。そうですね、そこを佐々木が狙うプレーンだ。バラも顔面に返してくる。バラとしてはこの長い左、はい、まあ早いコンビネーションを打った方が佐々木選手の前進を邪魔していいかもしれませんね。今これ以上前に進ませたくないバラ、その攻撃から距離を取っています。バラ気持ちの強い選手なんですけど、佐々木選手の攻撃力に下がらされてますね。また下げる、プレッシャーをかける。残り時間は10秒です。左ボディ、これでいいですね。ボディ嫌がりましたかね。少し動く、声を上げながらバラのパンチ、左アッパー。この左アッパー佐々木選手嫌だと思うんですけど、ただ今みたいにタイミング合わせるチャンスもありますね。第2ラウンド終了です。さあこの板で傷口はだいぶ大きいですが、嫌なところですね。そうですね、まあ目の中にももう血は当然入ってきますもんね。改めてスローでご覧いただきます。頭ですね。これがバッティングとなって出血、カットを見てしまいましたカミル・バラ。まあ、右のカウンターを放っていったところ、そして佐々木は左のボディ打ち。上垣さん、まあ、注目ポイントとしてこの腹への攻撃ですね、佐々木は、はい、ありました。ボディブローもですし、まあ、もちろんなんですけど、ただこれだけ攻撃的に攻勢をかける佐々木選手なので、はい、たまに合わせてくるバラの強打には気をつけたいですね。ラウンド3、これはこの第3ラウンド以降も注意しなければなりません。まあ、カミル・バラはもともとはライト級のファイターです。まあ、今佐々木選手が本当にウェルター級かというほど、あ、軽量であったり記者会見でも話題となりましたこの肉体美。第3ラウンド、右、いい右当たりましたね。さらに左ボディ、ちょっと腰が下がってきたか。バラが姿勢が崩れているのでそこで打ち返してきましたね。これ軸がしっかりしているんですね。コーナーを背にして、まあ、それを腰掛けるような感じで、はい、うまくバランス取ってましたね。そこからは抜け出す、逃がさないと佐々木。抜け出そうとしてないですね。ここで勝負する気持ちもあるのかもしれませんね、バラ。これで構いませんか。打ち合いとなってもという体勢、スイッチする。今の右破壊力ありましたね、バラ。スイッチのその後ですもんね。この攻撃、バラが得意としています。うまくす、あの、コロ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 その左右の構えを変えるスイッチをしますので、はい、佐々木選手それに惑わされたくないですね。ボディーブロー良かったですね、佐々木選手。右ボディー、佐々木が一瞬笑いました。
で左ボディへ、今のボディ良かったですね。すさまじい音、バラはこれ、バラのカウンターのタイミング良かったですね。そうですね、まだまだこれだけ鍛えてるので、はい、ボディ耐えられてるかもしれませんが、並みの選手だったらあのボディブローで倒れてますよ。いやとにかくそのボディの強度どうなのかなという見方もあったんですがね、はい、バラはそこは佐々木のパンチを食らってもという強さを見せています。右ストレート、これにまたスイッチします。バラはちょっとボディ上がってきてガードが下がる瞬間があるので、はい、左へ、これは上がってますね。ダウンだ、佐々木大戦ラウンド、誰かと思いました、立ちましたね、立ち上がっています。まず1回目のダウンを奪っています。右に合わせる左手でしたね。でっかくに捉え、前に出てくる、残り70秒あります。佐々木選手これはいけますね、いっていいでしょうか。はい、いいですよ。これはこれで出てくる佐々木、追撃の足緩めない、左ボディも鋭い、バラのバッティングなどは頭が当たるのを気をつけたいですね。佐々木選手気をつけながら左のパンチ顔面リードジャブ、バラ一つ左を左しました。バラも厳しいんですが、ただ気をつけないですね。まだまだいいですね。バラ強打は生きていますか。徐々に回復してきますね。ただ次一発当たれば分かんないですよ。佐々木選手も気をつけたいですね。こうして最大限の注意を払いながら左フック、左ボディフック、残り30秒となります。攻め疲れだけはここは回避しなければならない。左追いかけてくる佐々木、この後さらなるラッシュはこのラウンド中あるかどうか。残り15秒です。一度様子を見るか、少し呼吸を揃えて一発狙ってるかもしれませんね、はい、佐々木選手頭から返って左ボディ効いてますね。バラボディも上も効いてますよ。残り3秒、まだボディ倒れない。バラ佐々木の攻撃は続く。ここで第3ラウンド終了です。試合を動かしたのはチャンピオン佐々木仁です。さあ亀貝義弘さんにお話を伺っています。ダウンシーンですね、伺います。いや本当にいいパンチでしたね。この右を打った後の、はい、序盤から当たりそうな気配はありましたが、はい、しかしそれを見事に当てるだけの佐々木選手のやはり攻撃力が高いですよね。まあ、耳の上のあたりだったでしょうかね。耳のテンプルのあたりですかね。バラの一打もありました。耳の裏のあたりですね。でこうしてこの後は最後のラッシュです。バラもタフですね。いやタフですね。ボディも顔面も効いてるんですけれど。はい、体のタフさもありますが気持ちのタフさもありません。いい選手ですね。そこをいかに佐々木仁が心ごと追っていくのか。はい、第4ラウンド以降です。ラウンド4 PBF 東洋太平洋 WBO アジアパシフィックダブル王座戦ウェルター級の戦い。カミルバラから来るチャレンジャー青いグローブです。この階級で初めての世界チャンピオン、日本人として輝くためにと佐々木仁の戦い、大いなる挑戦の道です。そこにこの屈強なカミルバラ立ちはだかる。さあこれは亀ヶ谷さん、はい、バラのダメージの度合いですね、気になります。いやただ力強いですね、このパンチ。そして佐々木選手がっちりとガードを固めてその強打を打ち込む気を伺ってます、はい、これですね、左のフック、まあ、ディフェンス面の向上というのも本人は努力していますよね、佐々木。はい、そこをここで見せなければいけません。本当にこの試合を倒すだけではなくて怪我なく終えることが非常に大事なんですよね、そうしないと怪我で戦線離脱をしてしまえば、この先の世界挑戦が遠のいてしまいますから、はい、あそのランキングの列というのはもうずっと続くわけですからね。ま、ですが佐々木選手そういうのがないですよ本当、殺戮本能が、はい、この構成に現れてますよね。何かこうもう盾のように追い込んで、はい、その後の槍や大砲でぶちかますようにという佐々木の攻撃です。ここはでもしっかり相手を見て出てますか佐々木は。そうですね、ワンツーを打った後など一呼吸置いてこの左ですね、はい、こういう狙いもしっかりしてますね。カミルバラの右のストレートもあります。佐々木選手少しだけ話出ましたかね。左佐々木も顔面被弾、残り半分を過ぎています。第4ラウンドです。身を低くしてアッパー飛び込みざま
バラのパンチです。佐々木選手、バラがこの組みつくクリンチをしてきてもうまく突き放しますよね。いいですね。これもそうですね、距離を取ってくる。このハードパンチは宿命なんですよね、相手にクリンチをされるというのは。でもそれをされないのはいいですね。左強かったですね、ボディもいいですね。残り60秒、頭と頭をつけての攻防です。左からで前に出てくるバラ。まあ、カンボス戦は2017年、その時は10ラウンド判定でした。まあ、10ラウンドにダウンを奪われたんですが、カミルバラ、まあ、それも効いていなかったんだというふうに佐々木陣は分析しています。左を打たせたか。ここガードの隙間、左ジャブは佐々木も放ってまいります。ステップ、バラが動かすか。まあ、ガードを佐々木はより高く構えてますね、このラウンド。そうですね、そのボキを通す瞬間瞬間の爆発力を生かすために冷めてますよね、力を。バラとしては難しいですよね、前進してくる強打を打ちたいだけれど、止まってそこで強打を打ち込むと一発が返ってくるので、はい、軽いパンチで止めて動こうというふうになりやすいですよね。その刹那、佐々木が捉えられるかという第4ラウンド終了です。さあ、神谷さん、このラウンドの印象はいかがでしたか？そうですね、まあ、ダウンシーンがあったのでこのまま一気にいくかと思われた佐々木選手ですが、まあ、じわじわプレッシャーをかけて少し休憩になったかもしれませんね。はい、まあ、闇雲に前に出るというわけではない現在の冷静さというのも分かりましたよね。はい、佐々木陣の表情こちらです。中尾チーフトレーナーがこうして今処置そして策を授けています。すべての世界団体4団体ランキングは5位以内に入っているという現状です。まあ、苦しい怪我もありました、そこからも復活、そしてこの後第5ラウンドを迎えようとしています。試合はここから中盤戦へ。さあ、注目なのは亀貝さん、あの第4ラウンドを経て佐々木がどう動いてくるかでしょうね。この5ラウンドにも入りましたし、もうバッティングのカットでの負傷判定はなくなりましたからね、はい、自信を持って攻めていくでしょうね。その結果がこうして最初に先手を取ろうという前進から思い切って左ですね、怖いですね。早い、バラとしてはなので力強い右を打ち込みたいんですが、はい、それを打つとブロックした刹那、佐々木選手左側が戻ってくるんでリターンされるので、はい、打ちにくいのはありますね。見計らっているようにも感じられます。カミルバラ大きな声を上げながら右を離して動いてくる。このアッパーには注意して佐々木が距離を詰めてまいります。佐々木選手左のジャブいいですね。まずジャブ、これジャブで突き放して強打を打っていくといいですね。はい、基本でワンツースリーといきたい強打の佐々木。左アッパーのカミルバラ、バラのアッパーも良かったですね。一つ顎を取られています。ただ本当に難しいんですが、そのアッパーが当たったバラ、はい、気分を良くして左アッパーまた打っていくとこの左フックが合わされるかもしれないので、これ表裏一体のようになって面白いですよね、はい、戦う模様。両者のこの力任せに見えますが非常に駆け引きもあるんですよね、はい。先に佐々木から前に出てくるナイスアッパーバラ、顔面への攻撃、しかしそれは見切っているのか佐々木。顔面どうでしょう、佐々木のダメージっていうのはこれはあるんですか？そこまでないとは思いますけど、もちろんもらえなくはないです。そうですね、ただ佐々木選手それもらってるなと見せたら、普通の選手だとここでじゃあ外そう、はい、もらわないようにしようとなるのが、そこで一発当てていこうという攻撃的なメンタルはあるでしょうね。はい、やっぱり自分のその攻撃性というのは失いたくないと佐々木は常々語っています。そしてこれは倒しがいがあるという相手カミル・バラ、アーティスティックに失神させたいなんて語っています。左フックダブル、ボディ合計4発いきましたかね、はい、ちょっとコツコツもらってるなと思っても時を取れてそこで一瞬で爆発させますからね。佐々木選手目が離せませんよ。ナイスアッパー、右アッパー、右アッパー非常に良かったです。さらに右一発に対して左は3発4発重ねてくる。テンプルへもう一発、これも迫力のある拳を振らしていますカミル・バラですが、やはりバラも気合入ってますね。この試合に勝てば2つの地域タイトル世界ランキングが入ります。ナイスボディ、バーディー、必ずこの打ち分け
佐々木が忘れない。そして距離感もしっかり見ているようです。でもバラも押してくる。もう時間が避けたくないですね、佐々木選手。少し顔面が流れました。残り時間が少ない。最後に距離を取ったバラ右、佐々木はどうだという中でこのラウンドは終了です。第5ラウンド終了。さあ亀ヶ井さん、このラウンドの印象もいただきたいと思います。いや、この 左アッパーをもらってしまったのはよくはないんですけれど、ただ、はい、先ほどもお伝えしたように、その他の選手だともらわないようにしたい、ね、だけどそれをそこに合わせてやろう、肉を切らせて骨を断つという思考もできるのが佐々木選手なんですよね。だからこそこの強度が抜群のタイミングで当たる、波の選手では真似できないです。その最高のタイミングというのはこのラウンドには訪れませんでしたが、まあ、フェイントであったり揺さぶりであったりも様々かけていたなという印象のある佐々木です。はい、23歳、対するカミル・バラは35歳。オーストラリア、ニュージーランド以外では初めてのファイトです。それがこの日本有明アリーナ、最高の仕上がりでやってきたというのがバラ。試合は第6ラウンド中盤に入っています。前進、右は空を切りました。スイングですね。そうですね、ただ力んでやるんですけど、キレが鋭いので、はい、素晴らしいですね、佐々木選手。まあ、当たればというこの、左も強い、分かりきっている佐々木のパンチです。しかし今は1センチ単位でのそのポジショニング、それからディフェンスにも注力をしているというのが佐々木のここのところの進歩。ああ、右ダブル早い。ここはバラの攻撃です。バラの主体ガードは今低いところから、こうしてもう一度拳を下げる左のリードジャブです。この距離感ですね、気になりますが、いかがですか。はい、距離感はただ長くキープしたいバラなんですけれど、はい、佐々木選手の圧力でこうキープできないですよね。今だいぶ佐々木が先ほどのラウンドもそうですけれどもね、ちょっと離れた距離から伺うようなところも見られましたね。はい、このラウンドボディのジャブが多いですね、佐々木選手。はい、右、左、ボディー、ボディー、クタイミング良かったですね。きっちりそこも見届けてから佐々木のパンチ、ナイスボディー、これ来ましたね。右のボディアッパー、左ガード一辺倒となってしまうと、バラがピッチたところに、はい、ところに右のボディアッパーをうまく合わせましたね。よく見てましたね。この攻撃が欲しかった。相手をよく見ているからそう打ち込まれましたね。ここもよりしっかり判断しているようにも感じられます。バラとしてはなんとかボディ打たれずに打って返したですね。はい、まあ、だいぶガード下がっていますね今。はい、パンチのスピードも落ちてますね、バラ。はい、外からのパンチ、佐々木が一瞬またもらいました。出前に出てくる、残り1分です。右アンパーガードの下から、それもあまり食らいたくない左、ノーガードからの右、打ってこいという佐々木の意思表示か。バラが打つ、左ボディ、今の右ボディも良かったですよ、佐々木選手。左ボディ、この溝落ち、ボディの真ん中と脇腹をうまく打ち出したいですね、佐々木選手。そのわずかな差、ああ、佐々木ノーガードですね。顔面へ打たせて、そして自らはさらなる前進です。でも時間がどんどんなくなってくる第6ラウンド。バッティングで眉尻を切ったカミル・バラ、鼻血も見ています。バラはサウスポーやってるこの右のジャブはいいですが、はい、まあ、先ほどはこのサウスポーの次の右のボディアッパーもらいましたから、難しいですよね。そうですね、自らもアッパーを放ってこうやって軽やかなステップを見せてきます。時間がない、左ボディ、悶絶寸前だから、攻撃は続きましたがダウンではありません。第6ラウンド終了です。さあ、亀ヶ井さん、これ最後動かしたような気がしました、佐々木陣。いやー、ボディを効かせてこれでこのラウンド終わりかなと思ったら、また一気に行きましたね。そうですね、これは効きますね。一瞬体浮き上がりましたね。いや、これはダウンするかなと思いました。はい、そうですね、腰がもう浮いてますよね。さらなる追撃、はい、いいですね。で、その後ですね、もう残り10秒を切ったあたりから、
いやだいぶボディの下のあたりに攻撃集中していきます。どうでしょう、ダウン寸前となったんでしょうか。いやー、音が倒れると思ったんですけどね。しかしバラが気持ちも強いですね。体もがっちりしてます、気持ちも強く持ちこたえましたね。亀貝さんがもうそこですね。まあ、ずっと試合の最中クローズアップしてくれています。試合は第7ラウンドとなってくると、その気持ちレベルで佐々木が立っていくにはこの後何があるでしょうね。そうですね、まあ、佐々木選手この左のジャブいいですね。まずジャブから、はい、こうしてもちろんこのジャブを打ちつつ、このジャブに合わされないように大事なんですけれど、はい、ただバーラーがもうだいぶボディ上がってるんで、そうですね、はい、ガードが下がったり頭が下がったところに上に強打を打ち込みたいですね。佐々木選手もしくは上を見せてボディで仕留めてもいいですね。とにかく鍵としてはボディ、そして内訳、はい、左ボディ、ナイスボディ、アウトバンカーのボディ良かったですよ。いや顔面に腹にこれだけ食らってスタンド、スタンディング、いやいやこれで終了だ。ラストのラッシュは見計らったかのようです。佐々木陣お見事、ウェルター級の日本佐々木陣、八王子中谷ジムここにあり。立ち上がりはしましたがカミル・バラー、レフィリーが間に入っています。ここで試合続行は亀貝さんもう無理だという判断となりましたね。いやもう上もうボディも効いてきて蓄積がひどかったですね。はい、オーパシーフェニックスプロモーション A 検討改めて勝負タイムが同様と発表されます。 WBO アジアパシフィックウェルター級タイトルマッチ12ラウンド、レフェリー染谷道明がこの試合をストップしたタイムは7ラウンド52秒。テクニカルノックアウトによりまして勝者 OPBF 東洋太平洋ウェルター級、そして WBO アジアパシフィックウェルター級チャンピオン佐々木陣。ちょっとホッとしたような表情も最後には見えました佐々木陣。これにより OPBF 東洋太平洋王座は初防衛、 WBO アジアパシフィック王座は4度目の防衛に成功です。さて亀貝義弘さんにお話を伺ってきました。改めて今の率直な思いからいただきたいと思います。